ふぶきテトラ。どうもこんにちは、ふぶきです。今年も発売前に入手したので紹介させてください。図鑑とポスター付きです。僕が買った本はこちら、 MPJ から発行されております月刊アクアライフ2024年1月号。価格は1200円でした。超図鑑シリーズの第4弾。今年は両生類と金魚を加えてバリエーションをより豊かに仕上げました。従来からあるカテゴリーもこれまで取り上げてこなかった詩を中心に構成しています。本号を傍らに2024年のアクアリウム生活をお楽しみくださいとのこと。カラシン、コイローチ、熱帯メダカ、ナマズ、シクリット、アナバン、スネークヘッド、レインボーフィッシュ、ほか古代魚、メダカ、金魚、両生類、エビ、貝、水草、図鑑作品、小枝があります。新年号恒例の図鑑特集、2024年のアクアリウム計画はこの一冊を参考に、月刊アクアライフ2024年1月号ナンバー534、特別定価1200円、特別付録は2024年ポスターカレンダー、超図鑑シリーズ第4弾、2024年アクアリウム超図鑑800、こちらは MPJ から発行されています。2021年、22年、23年、第1弾、第2弾、第3弾、今回の2024年が第4弾です。この図鑑シリーズは何がすごいのかっていうと、被っていない、ネットでググったらすぐ分かるようなやつをですね、たくさん写真に載せて図鑑にしてる方も結構あるんだけど、近年見つかった比較的新しいやつを載せてくれてるので、新種を知る手段として非常に使える。東京とか大阪に住んでれば触れ合う機会は多いんだけれども、地方に住んでるとなかなか新しいやつに触れ合う機会ってないんですよ。だからこのように図鑑に載せてくれるというのは非常にありがたい。もちろんその中国、台湾、シンガポールなんかで出ている本とかを読めば、あのバカ高い1万円ぐらいするね、一応載ってることは載ってるんですけど、和名はわからないんですよ。でこれもちろんこの日本語で書いてますから理解できると。で今現在ですね、説明もわかりやすいんですよ。現在どういう状況になってんのかっていうのもわかりますから、ブリード個体が入手できるとか、最近はめったに見ないとかね、まとまった入荷が最近始まったとかね、いろいろ書いてあるんで、私これ好きだなっていうやつがいたら、今現在どういう状況なのかっていうのを知れるという、これだから非常にいいです。だからもうこれも今回もね、今年も買いです。今全部読みましたけど、今年はこの月刊アクアライフの2023年10月号で南米小型カラシの特集がありまして、60ページ以上カラシに載ってるんですよ。これでちょっと発狂してね、あの時はちょっとテンションおかしかったんですけれども、こんだけカラシに載ってるんだけれども、これと違うやつをね、今回このカラシに載ってます。 Amazon で見てみるとこのページが映ったので、ここは見せても大丈夫だろうということで、ちょっと軽く見ます。この図鑑何がいいのかっていうと、色分けされてるんですよ。横にこう色がついてるので、すぐそのページに行けるという利点があります。こちらも Amazon で見れるので後ほど見ますけど、このナマズのページはナマズっぽい色合いなんですよ。土っぽい色、結構大きい写真なんですよ。こう手と比べると しっかりね、あと魚にピント合ってますから、美しい写真が見れるので、もう見ていて楽しいです。爬虫類とか金魚とかメダカもたくさんいるので、プレコもいます。あとコイドラスの方にアルビノのピグミーが載ってました。これかなり新しいやつだと思います。そして最新の学名が載ってます。これもしょっちゅう変わるんですけど、魚によってはラスボラヘテロモルファとかね、あれ変わっちゃったんだけど、言わずと知れたテトラの代表選手、赤の入り方には意外とバリエーションがあり、こだわってみても面白い。近年はアルビノも一般化した。アルビノ一般化したのか。いろんなタイプのやつがいるんですよね。この青の入り方がショートラインタイプとかさ、あとこの青の色も違うやつもいろいろいるんですよ。これは前載ってましたけど、ホワイトネオンテトラ、これ改良品種です。これアルビノじゃないんですよ。目は黒いでしょう。スーパーロングフィンブルーダイヤモンドテトラ、ヒレを長くしたというテトラです。ヒレを長くしただけで桁が変わるんですよ。不思議です。プラチナグリーンネオンテトラ、プラチナの入り方が個体によって異なる。だんだん飼うとこれが薄れてくるような個体が個人的に多いように感じます。アルビノブラックネオンテトラ、こいつはめちゃくちゃ強肩です。繁殖も簡単です。はい、で私の水槽にいますけど、ハイベゾブリコンアマパエンシス、最近はこのサイズのものが多いですね。マックスサイズはあんまり見ないです。今年は小さいサイズのものが多いので、まあ小さくてもすでにこれぐらいの発色があるっていう。ビアタンクとかね、あのプラケースでも下手すらこれぐらいの発色維持するんで、発色苦手な方はこのテトラ買ってもいいんじゃないかと思います。出ました、レッドフィンペンギンテトラ。近年見られるようになったペンギンテトラのニューフェイス、潔いほどに黒と赤をまとった姿は強烈なインパクト。すでに国内ブリード個体も流通している。そうなんですよ、ドイツブリード個体がもうすでに流通していて、ワイルド個体は弱いんですけど、ブリード個体結構強いんですよ。今ブラックウォーターでこれ育成してるんですけど、あと成長速度もね、ワイルド個体よりもブリード個体の方が2倍以上速いですね。で色も真っ赤ですし、
これは写真だとこの程度の赤さかと思うんだけど、カージナルって言うとこの赤い感じがこのヒレにね乗ってるんですよ。こいつです。新種がたくさんいるんで今ここの角度しか見せれないんですけど、あ、いや映った。いや、おいおい見せますから。こいつです。綺麗でしょ。体が黄色っぽくてヒレが赤いんですよ。これカージナルテトラの赤さよりも赤くなってきたっていう。普通のペンギンよりも大間です。ちょっと映るな、新種多すぎて。新種また見せます。これ普通のペンギンね。これ普通のペンギン、ワイルド個体ですけど赤くないんですよ。ハイブソブリコンロレットメタイです。もうメタイやないかいと突っ込まれそうですけれども、メタイではない。背びれの部分に色があんまり乗ってないですよね。こいつがロレットメタイです。ちょっと違いますよね。キャッツアイボルティテトラっていう、これ見たことありません。あ、いや、いるな。キャッツアイテトラは見たことあるな。まあこの目玉に黒いバンドが乗ってるっていうね。レッドフィンビックリマークテトラ、ビックリマークテトラのニューフェイス。文字のビックリマークみたいなやつが乗ってるテトラなんですけれども、昔からいますよね。2003、4年の図鑑にもビックリマークテトラ乗ってるぐらいなんで、そのニューフェイスが見つかったようです。トランスイエローロレットテトラ、コロンビアから輸入されるロレットテトラに似た種、痩せてますね。レッドアローテトラ、視聴者さんはこれ難しいって言ってるんですけど、個人的には簡単なんじゃないかと思ってて、水を選ぶと思うと TDS 低い方が買いやすいんじゃないかと。普通にもうブリード個体が格安で売られていたりしたんで、繁殖もさせやすいし、有機物が少ない水で買えばそこまで難しくはないんじゃないかと。ゴールデンブラックアローテトラ、あ、ヤムンダ水系の湖か。これ、あ、でもこれ一回入ったな。入ったけど地味だからいいやと思って買わなかったやつです。ブルーリボンテトラ5か6か分かんないけど、こいつねちょっと性格がきついんですよね。ブルーテトラほどではないですけど、ちょっと公営魚選ぶので導入はしていません。美しい種だけど軽く見ていきます。あとコリドラスです。コリドラスシングエンシス、この辺は分からんな。アシミリスとか普通のやつもいるね。フロエリッチパリアトゥス、青コリです。ブラックアイネウス、イスブリューケリー、マクリーフェル、ロブアーク、スーパーパラレウス。こいつねでかくなってかっこいいんですよね。30センチキューブ水槽で飼ってる方もいます。全長5センチって言うけど5センチの感じではないよね。体高もグワーって出てきてね、めちゃくちゃかっこいいです。こいつ5センチか8センチぐらいの感覚はありますけどね。スーパービコロール、これも昔からいるやつ出ました。これはスーパーシュワルッチ、これ胸びれのここの感じがねまずかっこいいんですよ。この白いね、他のコリアスにはないしっかりとこう色彩が乗るところと、このラインがよく、あと体高もでかくてね、厚みもあって、横身もいいですけど上身も相当迫力があります。小さいコイドラスの仲間にいるでかいコイドラスってすごく魅力的ですよね。わかる人はわかると思うんだけど、コイドラスラインバーケージ、これは知らん知らん。 pH 7.5 の福岡の水で買えることは意外でした。あ、そうなんだ。コイドラスゼブリーナ、うわすげえな、こうしたいよな。今飼ってますけど、でけえなこいつ。飼い方までは書いてないね。5センチになるそうです。これが難しいんだよな、なかなかこのサイズにするのが。出ました、コイドラスレセックス。今色飛んでますけど、完全体になったらこれ真っ黒くなるんですよ。真っ黒くなって、シンガポールの図鑑に載ってたんだけど、真っ黒い状態でここにちょっとオレンジ色のラインが走ったマックスサイズのレセックスがいて、こんなもんじゃないですよ。だから黒いコリドラスが好きな方はブラックアイネウスじゃなくてレセックスの方を買うことをお勧めします。お店で売ってる時もね、色飛んでる状態が多いんだけど、あ、意外と強いんだよね。導入時だけちょっと気をつければ、まあ5センチって書いてますけどね、こいつもね、いやこれ5センチかいっていうぐらいのねデカさなんですよ。迫力が違うというかね、体高があるんででかく見えるんですよ。入手難易度はそこまで難しくないです。まあアクアショップに言えばもう普通にいつでも入手できると思います。2024年のポスターです。今年もでかいやつが入っています。片方は上に写真があって、下に1月から12月まで2024年のカレンダーとなってます。グリーンネオンテトラが泳いでいますね。これは ADA の水系だね。白いバックスクリーンなんだけど、ちゃんと色が発色しているということで、いやこれはいいな。でロタラがここにありますね。綺麗に、この難しいんだよこういう綺麗にカットすんの。これレッドガボンバか、この左のあるやつで、これは日頃ティレだっけ、日頃とティレだっけ。全体としてはこんな感じ。バックスクリーンが白いので明るい水系ですね。乗ってるから見せます。もう片方は上に写真が載ってて、真ん中にカレンダーがあります。こちらがキティテトラです。スーパーキティテトラ、
いつでもお店にいるので私は買ってこないんですけど、キティちゃんのキティって名前がついてます。これ完全体です。ヒレが完璧に伸びて色が黄色くなって、最初はねグレーみたいな、あの船みたいな色のやつが入荷してたり、あとここまで色が乗ってないやつが多いんでね、値段も結構高いんでね、まあいつでもいいしいいかってことでね、私は買ってません。キングトレジャーテトラです。おそらく性的に異形じゃないかと思います。オスがこういう色をしていて、メスはグレーなんじゃないかと。明らかにね、私の飼っているキングトレジャーと比べてヒレの形がちょっと違うんですよ。だから多分キングトレジャーのオスを飼えばこういう感じで色が上がるんじゃないかと思います。あとこれよくわからないけれども、これとこれナスボラかな、ガーネットミノー、あとこれね、こういうやつがいます。キャットね、大食いのキャットで、これですよ、アルビノピグミーコイドラス。私はパンタの方を買いましたけど、ピグミーコイドラス乗ってます。これ確実2023年の改良品種。このサイズのアルビノは私が知る限りこいつが初めてです。小さいコイドラスのアルビノ欲しい方はこのピグミーコイドラスいいんじゃないかと思います。実物は見たことはありません。実物そうだ、動いてる映像も見たことないし、写真は何回かあったんですけど、まだアクアテーラーズに入荷してないんでわからないですね。それがこんな拡大した写真に載ってるっていうのはすごいな。今年も店長が待ちきれず発売前に売ってくれたんで買えたんですけど、おそらくすぐ売り切れると思います。欲しい場合はすぐ購入することをお勧めします。蝶図鑑シリーズはかなり面白いので、一冊持っておくとアクアリウムの幅が広がると思います。まさか今年も800やってくれるとはね。今年はあまりね新種が少なかったんですよ、なぜかわからないです。だから多分図鑑無理かなと思ったんですけど、800種類作ってくださいました。いや本当に嬉しいです。ありがとうございます。今日もご視聴ありがとうございました。以上、月刊アクアライフ2024年1月号の開封でした。ありがとうございました。バイ。